シネマサロン映画業界ヒットの裏側。皆さんこんにちは。こんにちは、シネマサロンです。本日は、竜とそばかすの姫について語ってまいりたいと思います。はい、この作品は、細田守監督の、最新作ということで、先日ちょっと週末の注目作で会話させていただいた時に、竹内さん、細田監督の過去作は2本しか見てないですね。狼子供の雨と雪、化け物の子、化け物の子はご覧になったんですね。この2本だけです、ね、だから今回が3本目3本目ですね。で、私はですね、なんと全部時をかける少女1個は、ね、全部見てたって。あ、デジモンアドベンチャーとか、はい、その辺はちょっと拝見してないんですけど、時をかける少女以降の劇場作品は、自分でも気づいてなかったです。全部見てました。多分仕事の関係もあったんじゃない。仕事の関係もありましたけど、仕事の関係があったのは時をかける少女だけなんですよ。いやいや、そういうことじゃなく、ほらアニメーション全般の。いやー、そんなことはないです。実は時をかける少女は、出資も含めて配給のお話があったんですよ。あ、そうなんだ。角川さんだったよね。でしたかね、はい。でなんですけど、ちょっと結構後の方だったので、あ、まあ、今更って感じだった。っていうか、まあ、やるなら最初からやりたかったなっていうのも、ね、まあ、スタッフのみんなの意見もあって、なんか中途半端にこう、はい、なっちゃうのが嫌だよね。はい、まあ、気持ちは分かります。はい、ただ私はちょっとやりたかったんですけど、わかります。それで劇場で公開の時拝見して、痛く面白く拝見して、なんかリーサさんがここから出てきたんだよね。はい、やりゃよかったなってちょっと思いました。まあ、あとの祭りってやつの、それで、まあ、それは仕方がないですよね。はい、それでサマーウォーズも拝見して、まあ、これも続いて非常に面白かったんですね。うんうんうん、で、だからもうちょっと保山さんの作品は、まあ、必ず見るようになったんですけど、先日もちょっとお話した、ちょっと未来の未来が今一つ、これが初めて単独脚本になった作品ですね。いや、その前から、でも奥寺さん一緒じゃなかった？奥寺さんは、狼子供までは一緒だったんで、奥寺さん、はい、で化け物の子から、はい、から細田監督になって、本作も、細田さんの単独脚本になっております。単独脚本ですね。そういうことで奥寺さんはそこまでだった、狼子供までだった。でこの時は共同脚本で、時かけとサマーウォーズは奥寺さん単独の脚本、奥寺さんの脚本だった。はい、あ、はい、そうか、はい、クレジットではそう、すみません、ウィキペディアなので若干、ひょっとしたら不確かかもしれないんですが、でもまあ、はい、基本奥寺さんが参加したのは狼子供まで、はい、ということですね。そうか、はい、なるほどね。はい、どうでしたか？あ、僕は大変面白く。あ、そうですか。僕はやっぱり子供の頃から、はい、ロマンっていうのかな、その、小説というのか物語世界というか、まあ、そういうものと一緒にもう物心ついた時には映画とか本とかが一緒だったので、はいはい、やっぱりいかにこう物語を堪能するかっていうのが、もう長年のこうなんていうのかな、癖、はいはい、になってると思う。そういう意味ではこの竜とそばかすの姫は非常に芳醇な物語世界、ロマンを感じましたね。まあ、ね、元からこうベースとなっているこう、アニメーションの技術というか、それはもう非常に素晴らしい。でもやっぱりほら、物語世界がしっかりしてないと、はい、いくらその衣装とかね、技術があったとしても、やっぱりなかなかエンターテインとか、まあ、心とか胸に迫ってくるような映画に、世界にはならないと思うんですけど、そうですね、今回はやっぱりその、まあ、当然その技術、衣装ね、それとあとまあそのなんていうの、プランニングも素晴らしいと思うんですね。そのなんていうのかな、物語世界がしっかりある上で、そのプランニングされたそのいろいろな設計、衣装、はい、これがやっぱり本当に素晴らしくて、僕はこの物語世界はかなり堪能できましたね。もちろんその後いろいろレビューサイト読んで結構賛否両論が起きてね、はいはいはい、しかも点数かなり厳しめの人も多かった、はいはいはい、でその人たちのおっしゃることも読んでいて非常に納得できるんですね。なるほど。だからやっぱりその映画ってやっぱりそれぞれが見るもんで、それぞれのバックグラウンドで見るもんだから、なんだろう、どこを許容できるのかっていうのはかなりその人の振れ幅になってきますよね。
という意味では僕はこの作品 の、 そのいわゆるツッコミどころとか、まあ矛盾点とか、はい、没後主義的なところを結構許容したんでしょうね、はいはいはい、あのおっしゃる通りで、うん、私は実は真逆で、うんうん、もうねちょっと正直あの細田監督脚本になってからは、うん、もうどうもダメで、わかるわかる、もうね今回も全くもう未来の未来ほどではないんだけど、うん、もう今おっしゃったような、うん、こう賛否の火の方なんですよ、うんうん、そろそろちょっと止めといた方がいいんじゃないですか、うん、そうですね、うん、あのこの後もうすぐに、はい、ネタバレ入ってきそうなんで、はい、ネタバレについても話していきたいので、でもさ、はいはい、これ多分だからそのアニメーション映画に関しての考え方の違い、それとその細田監督固有の作品についての思い、によってかなり違ってくるんじゃないかと、うん、でなんかやっぱりそのレビューサイトの中で関連合戦で14分、うんまあ、14分大きさなのかな、はい、スタンディングオベーション、はい、そんなにカンヌの人って映画見たことないのみたいなことを突っ込んでらっしゃる方もいて、多分それはそのアニメ映画とか細田映画に対するその慣れというかそのなんていうの見方なんじゃないかなという気がするんですよね。多分その世界の慣れてない、まあ、アニメを日本 の、 あのアニメファンほど見てない人にとってはかなり新鮮に面白く映っててる人が多いんじゃないかなという推測はできますよね、うんうん、まあ、あとそのカムの場合はダメな人もほら出てくるし良かった人は拍手する。でもスタンディングオベーションそんな長いって俺感じたことないです。なるほど、うん、なるほど、まあじゃあ中身についてもうネタバレしますからね、はい、まあ、ここでもやめといて、はいはい、まあ、パンフレットを拝見して、うん、あの監督ご自身も言及されてるんですけど、うん、まあ、美女と野獣がすごく誰が見てもね、まあ、好きだっていう、しかもその原作じゃなくて、はいはい、そのディズニー版、1991年版かな、ディズニー版だよね、はい、がお好きだっていうふうにおっしゃってました。全然その原型の美女と野獣よりも、原型っていうのはその原作ね、じゃなくてもう完全にアニメになった美女と野獣にインスパイアされてることは間違いないですよね、はいはい、うん、でまああのね、それはあの美女と野獣見てる人でアニメも好きな人は普通にすぐ分かる、誰が見ても分かるよね、ですよね、うん、あともう一つは私はちょっとあの J-POP がそもそも苦手で あの好きじゃないんですよ、分かる分かる、うん、だから中村佳穂さんはすごく歌もうまいし、うん、映画にはぴったりだし、うん、あこれは盛り上がる、好きな人は盛り上がるだろうなと思うんですけど、もう自分はねそこはもう全くダメなので、うんうんうん、だからやっぱりストーリーとかあのいろんなところにあの注力して映画を見たんですけど、うん、なんかあまりこう新規性をだからもともと美女と野獣を元にしてるし、サマーウォーズでねバーチャルの世界の話もちょっと持ち出してきたりされてたんで、うん、それほど新規性もなく、うん、ツッコミどころも多くんっていう感じが最後まで。これ実はね、はい、シネマサロンでちょっと前に話した糸道と前半の構造がほぼ同じなんです、はい、まあまあそうですね、うんうん、これには結構驚きませんでした。そうです、まあだから非常に今日的な話題が、うん、シンクロするんだなというのはちょっと思いましたね。いやというよりもこの映画の普遍的な部分が一緒なんだと思うんですよ、まあ、ですね。いやつまりさ、うん、その結構若い幼少の頃にお母さんを亡くして、はい、でお母さんがいなくて、はいはい、まあこうなんていうのかな、少し、まあ、心を閉ざすまでいかないんだけど、心を開かずに、でお母さんがいないことによってお父さんとの交通もそれほどうまくいってない、はいはい、まあ、でも全く同じですよね。そうで、しかも今回の場合は歌えなくなるけど、糸道の場合は三味線が三味線を弾かなくなる、はい、まあ、弾けなくなるんだけど、ね、はい、弾かなくなる、はい、だからこういう意味においてですね、糸道とその物語構造そっくりなんだよね、はい、それで、はい、そこからまあ、いろんな人の手によって、しかも自らのそのちょっと前向きな気持ちによって新しい世界が開かれていって、その女子高校生という一番多感な難しい自己形成をしなきゃいけない時に、一つか二つか三つか分かんないけど、その階段を越えていくっていう物語構造そっくりですよね。まあ同じですよね。同じ、まあ、まあ逆に言うと、でもその糸道見てるから余計に、まあなんかありがちな話だなって思っちゃう。でもさ、なんでここまでさ、うん、不思議ですね。いや、なんで同じ時期にどう考えたってこれね、相当年数かかってるでしょうから、はいはい、
なんか糸道とシンクロするような作業とかしてるはずが絶対ないので、しかも糸道は別に竜とそばかすをさ、そのなんか模倣しようなんてことは一切多分絶対頭のかす意味もないと思うんだよね。だからここまで構造が似てくるって、シネマザーをご覧になってる方は糸道と竜とそばかすの両方ご覧になるとちょっとびっくりすると思いますけどね。なんでそんな、そのしかも同じ時期に、例えば糸道が2年前に公開された映画とかだったらまあ分かんなくないんだけど、はい、ほぼほぼ公開時期一緒じゃないですか。同時期ですからね。こんなに前半の前半というか物語の腰となるね。いや映画のもうなんか神がかったところですよね。いやー分かる。なんかこのシンクロニシティ共時性って一体何なのかなっていつも思うんですよね。まあまあですし、ちょっとこれはね、作品とはひょっとしたら違うのかもしれないんですけど、うんうん、劇場で結構宣伝をね、うん、長い期間見せられてて、うんうん、でまああのアプリ内の別バーチャル空間に、うんうんうん、まあ、主人公が、ね、アプリ使って、行ったらそこですごい人気になるじゃないですか、うんうんうん、でまあだけどそこで出会ったその少年、まあ結果的には少年と分かってますけど、うんね、うん、得体が知れないリュウ君を探さなくちゃいけない、うんうん、でも50億のアカウントからそれ探すなんて無理だよって叫んでるじゃないですか。簡単すぎるぐらい簡単に見つかっちゃいますよね。あれがはぁって思っちゃって、僕は逆にそういうもんなのかなっていう、まあ、見つかるときは簡単に見つかるってことですか。いやっていうか、もともとその通じ合ってるので、うん、それ見つけてるわけじゃないよ。だから俺はね、その自分がそういう見ほどく力がないのかもしれないけど、うん、一体どうやってこの50億から1個のアカウントにたどり着くんだろうみたいな話が、うん、ひょっとしたら結構なるほどそういうことかみたいになるのかなと思ったんですけど、世の中ってその共時性っていうのは本当にものすごく僕は多く、あの僕自身も遭遇してるでしょ、うん、そのシンクロニシティみたいなもの、はいはい、だからなんていうのかな、映画の中でよく描かれて偶然ね、コンボだった、うん、なことを世の中やるわけねえじゃんって皆さん言うじゃない、はいはい、そうなんです、確かにそうなんですけど、でも起こることもあるんですよね、うん、それがやっぱり一種のギフトだと思うんですよね、わかりますよ、うん、なんですけど、だとしたら、ね、いや、わかりますよ、だからすごくよくわかるんですね。だからこの映画を一番最初に言ったように、ええ、そのどの部分許容できてどの部分許容できないかっていう、これは見ほどくとかそうじゃなくて、そのなんつんだろうな、多分これ細田さんはそういう共時性を今までもたくさん感じてると思います。だけどそうじゃない一般の視聴者にとっては、うん、って思っちゃうから、まあ、その奇跡的な偶然をね、うん、もうちょっと奇跡的な偶然っていう風に描いてほしかったんですよ、うん、でもただの偶然にしか思えない。でも彼女は見てるんだよね、すでにその映像を、ね、うん、声も聞いてんだ、声聞いてたっけ、ちょっとこれはいい感じかな、まあそれに近い、もうすぐ感じたんでしょうね、もうだからもう前、今までその彼女の中の蓄積された、うん、見たこの光景、風景、その写真、映像がやっぱり瞬時にこう蘇ってきてどっかで合致するんだよね、うん、っていうのは僕はないことじゃない。いやですからね、うん、あのさっき言った作品のせいではないかもしれないって言ったのは、うん、それをことさら取り上げて宣伝的に使われちゃうと、そこにすごいなんかポイントがあるのかなと事前に思っちゃったんで、なるほどなるほど、うん、それがすごい、そこがハードル、内情報入れない内情報入れないいやだけどさすがにこんだけ予告編見せられたら50億の中から1つ上がるとは無理だよっていうのはもう散々聞かされてたのね。もしかしたらでも彼の個人的な裏テーマはそこにあったのかもしれない。ああなるほどね。つまり彼はさ、その宮崎駿とかディズニーとかによって自分が作られてきたという思いがあるわけじゃない、うん、だからそのこの中でいろいろネット上で皆さんが批判されてるようなことは、はい、彼はもう多分分かってやってるような気がするんだよね。分かってるでしょうね、多分ね、うん、だからその多分その50億から見つけるなんて、でも見つかんだよねっていうのは彼の多分思いなんじゃないかという気がするんだよね。まあそれはね、まあ竹内さんの話聞くとなるほどっていうふうに思うし、いやだからこれも要するに許容できるかできないかっていうので、うん、見ほどくとかっていうことじゃなくて、多分そこが僕がこの作品を面白く感じて佐古さんがもう一つだと思う、うん、一つのポイントなんじゃないかと思うんだよね。なるほどね。でこれはだから映画ってだから面白いと思うのは、うん、この一つのポイントだけでも多分それで見てこうしらけちゃったりする人もいるでしょうし、うん、僕みたいに、まあ、そういうことは全然あるな、だから偶然ねえよなっていうことが世の中にあるのが僕は結構やっぱ怖いなと思って、多分ね、それは
ちょっと大平さんに申し訳ないんですけど、うん、サマーズ見てて、うんうん、サマーズはその解決するためにものすごいあの手段を尽くすわけですよ。ちなみにサマーズは何年なんですか？だから僕はね、彼は、うん、まあ、よくさあのスポーツ選手とかでもね、うん、一人で代表して2009年で、9年でしょ、もう11年経ってるわけ、12年か、うん、多分その間にも彼はやっぱりその奇妙な暗号とか、うん、その奇妙な教授性によってすごく助けられたり、うん、その仲間が増えてったり、自分のことを理解してくれる誰かがいたりしてね、相当助かってきたんだと思うんですよ、うん、多分だからそういう思いはなおさら強くなってるような気がするんだよね、うん、だとすると俺はもうしつこいんですけど、鈴に、うん、いや絶対に分かるとかね、なんかそこをこう感情を出してほしかったんですよね。あでもこれも僕は意外とその共通性を感じた時に自分でポカンとしちゃうんだよね。ああなるほどね、うん、ふっとそんな力をいやいや、えみたいな感じなの、ね、あるじゃんみたいな、えそれじゃんみたいな、なんかやっぱり教授性ってそんなにうわーみたいなもんじゃないような気がするんだよ ね。だから多分ね、伝わらない人には伝わらない、ね、多分これね、そのやっぱ共同脚本がいなくなったことによって、うん、あのやっぱ細田さんの目で描かれてる物語じゃない、だから細田さんのバックグラウンドがいろいろ抽出されてることで多分世の中のまあいろいろその許容できないなと思うことと細田さんの中の思いが割といろいろな部分でバッティングしていくんだと思うんですよ、ね、なるほど。だから前作のね、未来は未来、うん、未来の未来も、うん、まあ、全く細田さんのすごいパーソナリティだけが描かれてるとしか私には思わえなくて、うんうん、だから細田さんのホームビデオを見せられてるのかなっていう気持ちになっちゃったんですよ。わかる、うん、だから多分だから、うん、あのアニメーション映画って宮崎駿大巨匠もそうだけど、うん、意外とみんなホームビデオなんじゃないかという気がするんだよね。例えばだからあのなんだっけ、あの戦争で飛行機がユーミンの主題歌だったりがなんだっけ、あれ風立ちぬか、はいはいはい、あれもはっきり言ってホームビデオだと思うんだからね、うん、俺はあのサマーウォーズと解きかけが面白かったんで、やっぱ共同脚本でやってもらった方が、うん、多分俺にとってはね、多分さ、そのサマーウォーズ解きかけの時は、うん、彼もまだほらここまでになってないじゃない、うん、だから多分自分でやりたいことも、まあ、例えばだからプロデューサーにやっぱり細田さん脚本ねもう一人違う目を入れようよっていうことで妥協してたんですか。妥協じゃなくて、そのな自分の物語世界を作っていくためにやっぱり最初はその共同でそのやっぱり世の中の目とか、うん、まあそのなんていうの鳴らすとか、うん、まあまあ、ダブルチェックとかね、まあ、いろんな意味で必要だと感じてたんじゃないかと思うんですよ ね。ところがやっぱ彼がここまで大きくなってくると、うん、今さらプロデューサーもさもう一人脚本家かませましょうよって言ったとしてもね、いやちょっとやっぱ今回はこれでいきたいんですよねって言われた時に、やっぱこんだけもう映画でお金を稼ぐ人になっちゃった時にプロデューサーも、うん、いやいやもう絶対誰かつけましょうよとは言いづらいですよね。言ったとしても別に捜査さん聞かなくてもいい、そうそう、いい世界なんですよね。だし、まあ、数字的にもね、うん、実績を上げられてるので別にそれで失敗成功って何なのみたいな話には委員会としてもなりますよ、ね、だからもしねこれが竜とそばかすの姫が5億で仮に興行収入が終わってね、はいはい、その時に次の作品で、はい、星田さんさやっぱ言いにくいんだけどそうなります、共同脚本をやっぱつけてもう一回原点に戻りましょうよとか言われたら、はい、5億だったらそれは星田さんだって言うと思うんだよね。ところが、うん、初登場1位、いや分かってるよ、もうねあのアベレージ160万ですから、うん、もう8億9000万いってんで、ね、うんうん、あの初日3日間で、そうですね、もうね大成功ですよ、間違いなく、まあまあ、1週間でほぼ20億、だから俺が共同脚本のもう一回見たいとかっていうのはもう一個人の意見でしかない、うん、いやでもねそれはやっぱり細田さんが、うん、そのクリエイターとして今この自分の地を築いて、やっぱりねみんなすごいクリエイターって一人で生きてきてないことは絶対みんな分かってると思うんですね、うんうん、だからそれは何かそのなんていうの新しい世界とか違う世界に行きたい時にもう一回、まあ、今度は多分奥寺さんじゃないと思うんだけど、はい、違うその脚本家をね、まあ、連れてきて共同脚本っていうことは僕は十分あり得ると思うんですよ、はい、だけど多分今彼はこの今自分 の、 まあそのホームムービーっていうちょっと極端な言い方をしてますけど、はいはい、そのホームムービーを作るのに夢中なんだと思うんだよ、ね、今は今は、うん、だからこれはもう細田さんの今まで の、 その自分の全人生を培ったうちの
彼が抽出してきたそのディズニーとか宮崎駿アニメとかね、まあ、いろんなものが詰まってると思うんですね。それで多分そのデジモンアドベンチャーのモチーフとか、そのなんだっけ、トキカゲとか、サマーウォーズの多分モチーフもいっぱい詰まってると思うんですよ、はいはい、ある意味多分この3作ぐらいでそのホームムービー的な自分のその集大成の一つをやってるんじゃないかなという気はすごくするんですよ。だから逆に世の中で賛否両論が多いのもすごくよく理解できるわけ、うん、っていうかはっきり言ってその細田さんの世界を見せられてもねって思ってる人もすごく多いと思うんですよね。でもいや細田さんの世界素敵っていう人もまあもちろんねすごく多いわけじゃないですか、まあ、だからこんだけすごい数字になってますからね。しかも興行収入がやっぱりすごく高くなってくると、うん、みんな割と認めがちじゃない、うん、でもやっぱり日本のそのアニメ映画に対する見方ってすごく優しくいいけどすごい厳しいじゃん、はい、例えば宮崎駿作品ができてもね、特に宮崎五郎さんとかもうめちゃくちゃなこと言われたりするわけ、うん、でも一方でものすごく擁護もされるじゃないですか、うん、だからこれは多分細田監督もそういうことは仕方のないことで、むしろだからそのアニメーション映画を自分が まあ、ある程度思う通り一生懸命作ってね、でもちろんその非難されるべきところはあるでしょう、うん、でそれは直していきたい部分もあるし直したくない部分もあるでしょう、うん、でそうやって賛否両論が起こることも容認してるんだと思うんですよ、ね、うん、だからすごく竜とそばかすの姫は決してそのウェルメイドな映画じゃないと思うんです、はいはい、すごくいびつな形の物語世界なんだけど、それがやっぱり逆に魅力を生んでるっていうのがすごくあるんで、いやそれはダメ嫌なんだよっていう人もいると思う、うん、それがでもやっぱり こんなに大作になってね、その鳴らされない一つのその世界観、うんうん、物語の世界が提示されてくる、うん、そのなんていうの素晴らしさ、はいはい、っていうのがある映画なんじゃないかと思うんですよ、ね、まあ観客の反応がね、うん、賛否分かれるっていうのはすごい俺健全だと思うんですよ。そうそうそう、うん、だからその大ヒットしてるから盲信的に全部賛成しないとダメだとか、なりがちじゃない。まあ鬼滅とかは若干それに近いと思うんですよ、うん、あまり鬼滅批判する人ほとんどいないし、うん、だけどこれに竜とそばかすの姫に関してはどうも2人で見に来てたらしい男の子同士のね、アニメファンがやっぱ結構ねきついこと言ってるんですよね、うんうん、だけど彼らは絶対次も見るんですよだけどそれに対しての評価は自分の中ではこうだっていうのをきっちり持ってて、でそれがすごい健全だなっていうふうに思いますね、うん、だからもう全てひっくるめて僕は素晴らしいことだと思います、うん、なるほど。だからやっぱり逆に言うと細田さんが妥協してないよね、その自分のやりたいことに対して、うんうんうん、で僕もね、それご都合主義、例えば最後にさ、そのなんだっけ、すずちゃんが睨むとね、うん、なんか大の大人がヘナヘナってことだけになるとか、その前のね、ちょっと突っ込んでいいですか。いいですよ。バスで一人で行くじゃないですか、はいはい、あれね、田園調布なんですけど、うん、田園調布だと思って一人で行きますかね、まあ、俺ね、くだけチルを見た後はもうね、怖くてしょうがないって新一出てきたらどうすんだよお前、殺されんぞって、やっぱ大人が一人で高校生をね東京までは行かせないだろうってのはちょっと思ったんですけどね。でしかもヘナヘナってなっちゃう、それ堤真一だったら逆にゴルフクラブで殺されてるぞってちょっと突っ込んじゃいましたすいません、砕け散るを見てない方すいません、ネタバレしちゃったんですけど、砕け散るもぜひ見ていただきたい、砕け散るところを見せてあげる、うん、まあね、だからそれはやっぱり多分細田さんの中でのこのアニメーション映画の中での物語世界のバランスをね、多分それに取ってるんだと思うんですよ、ね、だけどまあだけどそれに対して突っ込むのは僕もやっぱここはそれはないんじゃないと思いますよ僕もね、はいはいはい、でもやっぱりこの映画をその鑑賞後感爽やかに終えるためにね、しかもやっぱり女子高生の3ステージ4ステージをこう超えていくっていう意味で言うと、まあなんつうのかな、まあそれこそ映画ない世界からおとぎ話というのかな、まあそういう結末であっても僕は容認できるんですよね、うん、でこれ容認できない方はもう容認できないで仕方がないことだと思うんです。自分はだからその時かけとかサマーウォーズですごい面白かったし、うん、うわこれね、それこそ宮崎監督の後を継げるぐらいの才能が出てきたと思ってたから、うんうん、だから期待値がでかいんですよ、うん、細田さんに対して。まあでもあれだよね、やっぱほらクリエイターってやっぱ自分の中で乗り越えていかなきゃいけないものっていうのを多分抱えてるとは思うんですよ。だから
一生このまんまじゃないと思うんだよね。だからもか、まあ、すごくそれ身の悪い話ですけど、彼がね休止したりなんかしてここで止まっちゃったら、彼自身もやっぱりすごく、あの後悔が残ると思うんですよね。やっぱり今はなんかやっぱり多分そうやって自分の中のいろいろな自分の中にある物語世界を引っ張り出してきて、それで今まで自分を形成してくれたものに対するオマージュだとか、まあ、いろんなそのなんていうのかな、感情を取ろうとか自己取ろうみたいのをしたい時期なんじゃないかと思うんですよね。だからまあ今だからそういう風に容認できないアニメ映画ファン、映画ファンいらしたとしても、まあ、ずっとこのままじゃないと思うんですよね。ちょっと映画と別の話をしてもいいですか。はい、どうぞ。映画と別って、映画とは映画には関連するんですけど、うんうん、ちょっとこの作品とは別なんですけど、うん、前作の未来の未来でね、うん、文化庁の支援金が入ってるんですよ、うんうん、それが納得いかなくて今回はどうかなと思ったらちょっとね表記がなかったんで今回は入ってないと思うんですけど、あのすいません、ちょっと竜とそばかすの姫からも離れちゃうんですけど、あんな大監督にもう第一本が入って制作するのに支援金がいるのかっていうのをちょっと思っちゃったんですけど、でもそのバックストーリーは聞いてないから分かんないよね。例えばだから、まあ、当然その時も日本テレビさん、あ、もうだから入ってらっしゃったと思います。で、まあ、当然そのいろんな東宝さんとかついてるんでしょうけど、ね、はいはい、まあ、もしかしたらあとちょっと足んなかったのかもしれない。いや、そんなことないでしょ。いや、もしかしたらあとちょっとなら俺出しますよ。あとね、みんながそこはそこまでやんなくてもいいんじゃないかって言ったとか。あ、まあ可能性としては、ね、あともしかしたらその新しい技術を導入するときに、あ、その技術がすごくお金かかるからそこに対しての支援金なの。なるほど。なんかバックストーリーはあったのかもわかんないじゃないですか。あの、まあ なんでね、うん、だとしても、うん、あのね、小沢さんの新作だってお金集まりますよ。まあね、うん、だから私はやっぱり日本のね若い才能にぜひ支援していただきたいなと。ちょっと言ってる意味がちょっと何を言いたいんですか今のこの2人は。いや、お金集まるものに文化庁がわざわざ出さなくてもいいでしょっていう大手の、うん、支援するなってことだよ。いや、支援してもいいんだけど、支援するんだったらもうちょっと本当にお金が足りない作品。いや、だからこの細田さんには支援するなってことだよ。いやいや、細田さんのようにもう優秀で実績があって、うん、もう収益性もかなり高い大資本がバックがあるものに公的資金、うん、だから支援するなって言ってるでしょ。支援するなって言ってる。言ってるよね。まあね、ちょっとね。いや、かなりね。だからまだこれから出てくる才能に支援するならいいけど、なんで今更もうこうなり名を遂げた細田を守るで、日本テレビはそのね東宝だかなんだかにもういろいろ守られてるそのね作品作れる監督にお金出すことはないんじゃないかと。そうです、そうです。他のところに出してやればいいじゃないかと、はい、いうことをおっしゃってるわけです。そうです、はい、理解できました、はい、つまりこの細田さんにはもう支援するなと。もう必要ないと思います。だよね。だからそれでいいじゃん。なんでこれ否定するわけ。なんかね、細田さんは否定してるんではない。いや、分かって、違う、その支援です。うん、はい、すいません、突っ込んでしまいました。まあ、まあ、ちょっとね、本作とは関係ないんで、うん、あのですけど、ちょっとどっかで言いたいなと思ってたんですよ、うん、ずっと。ただね、うん、あの、まあ、その、いろいろなアニメ映画をやっぱりたくさんご覧になってきた方は、うん、僕なんかもそうだけど、映画たくさん見てくると、やっぱりその、視点が厳しくなったりするじゃないですか。はい、だからそれはね、それですごくいいことだと思うんです、はい、ただやっぱり細田さんは子供とかね、それからまあその女子中高生とか、まあ、男子中高生とかの世代にやっぱり見せるときに多少だからその表現を彼ら向きにもしてるような気がするんですよね。だから、まあ、それがものすごく大きな収入、興行収入を生むことにもなるけれど、やっぱりなんかこうほら賭博地で見る映画、はい、人生も、はい、っていうのはもっとあっていいと思うんですよね、うん、だからそのやっぱり映画に巡り合うっていうそのチャンスとか機会っていうのは誰でもそんなにたくさんあるわけでもないかもしれないですよね、はい、そういう時にやっぱり一番最初にこの竜とそばかすの姫を見る人がいたとして、まあその人たちに向けてやっぱある種こうこれからもアニメを見てったり映画を見てったりしてほしいなという希望の中で一つの世界観が反映されてる、うん、っていうのもあるんじゃないかという気がする。まあ、なるほど。なんていうのかな、それだけ興行収入をかあの稼ぐってことはやっぱりそれのプレッシャーもあるわけじゃないですか、はいはい、つまり老若男女いろいろな人が見るからね、はいはい、でしかもその賛否両論が起こることももう容認してるっていうか、うん、まあ、予定してるわけ、想定してるわけじゃないですか、うん、
だからそれもあるような気がする。まあ、わかります。だからあの、ね、追ってるものがどんどん大きくなっちゃうのかなとは思います、ね、僕みたいにもひねくれてたくさん映画見てね、うん、まあ、厳しい意見だとか、いや俺はこう思うよってなんか見ごとくような人になると、うん、なんでこんな映画つくんだよとかって言ったりね、うん、こんな映画世の中に生まれる必要ないとかって言ったりするじゃないですか、うん、でもさ、やっぱりそういう映画にもファンはいて、それでもしかしたら人生変わる人もいるわけなんですよね。だからさ、映画のそのなんていうの、使命とか、その映画の持っているそのなんていうのかな、いろいろな意義っていうのがね、その一部のその熱狂的なね、その、まあ、マニアに近いファンとかのためだけのものじゃないわけです。だからお金払っていろんなことを言うのは自由だし、いろんなことを言うからまたいろんなが盛り上がって見たいと思う人が出てくる。すごくけなしても見たいと思う人が出てくるわけなんで、言及しないよりもけなしてもらった方がずっといいと思うんですよね。っていうか、世の中でそうやっていろんな話をしてって盛り上がること、いつも言うけど映画って 見て終わりじゃないんだよね、うん、で見た後でいろいろ考えてどっかにそれを表出することがやっぱり映画を見たことになるわけじゃないですか、はい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 、という意味ではさ、やっぱりね、あのすごく健全だと思うわけですよ、映画サイトとか見ても、はいはい、まさしくそうだ。もうで誰かが何か言うと、いやでもこういう見方もあってこれは違うんじゃないのって言って、うん、いやいやって言うじゃん。だから全員が一方向に行ってね、うん、そうじゃないのを叩きまくるみたいなのは本当に一緒だよね、うん、全体主義だよね、うん、それこそ、うん、だからやっぱりすごくなんていうのかな、あの映画サイトとかのこれの感想を見てると、うん、いや健全だなっていう気がするんですよ。今回、うん、今日意見交わすのは初めてじゃないですか、はいはいはい、竹内さんも同じ意見だったらちょっと話しづらいなと思ってたんですけど竹内さんはすごくね、そうやっていいところを感じてらっしゃったがゆえに余計喋りやすかったです。そうですね、多分それは、うん、その物語に対する容認でもあると思うんですよ。物語ってこの物語じゃなくて、うん、物語世界に対する容認、うん、ほらよく映画とか小説は読まない見ないって人いるじゃないですか、うん、それはあのドキュメンタリーとか実用本は読んだり見たりするけど、うん、なんでそんな作り事を見なきゃいけないのって言うじゃない、うん、いや作り事が大事なんだよね、うん、人間にとって、うん、人間っていうのはその考えたりするから当然作り事を生み出すように生まれてきてるわけ、はいはい、だから自分が作り出さない作り事をめでたり楽しんだりそれによって刺激を受けたりすることが人間として新たな考えを生む一つ の、 あの要素になっていくわけですよね。それが階段になっていったりするわけじゃないですか。だからもちろんその好き好き好き嫌いあるので、あの別にそのフィクションが嫌いだって人は別に無理にご覧にならなくてもいいけど、うん、子供の頃にこういう竜とそばかすの姫みたいなのを見てね、うん、その人が作り出す物語に感動したりすることがいかに素晴らしいかっていうことを感じるのは、うんうん、ものすごく素晴らしいことだと思うんですよ。まああのアニメーションの技術の進歩もすごいんで、自分たちがちっちゃい頃見た101匹ワンちゃんとかに比べるともうものすごいディテールとか表現力とかがレベルが違うんで、僕はあの子供の頃見た空飛ぶ幽霊船を今でも思い出して空飛ぶ幽霊船いやもう本当に、うん、空飛ぶ幽霊船、まあ、なのでこっから生まれてきた子供たちがどういう表現をしてくれるのかっていうのは非常に楽しみではありますよね。いやもうだからね、そうやって世の中でいろいろこれが賛否論が巻き起こることもすごく健全だし、いやいやいやものすごく感動しましたよっていう子もいれば、いやいやいやっていう子がいて、うん、そうやっていろんな話をしてそれでどんどん育っていってほしいなっていうどこの親父だったっていう親父ですけど、はい、いうようなすごくいろんなことをやっぱり今回も感じて、僕はやっぱり言うとそばかすの姫に関しては大用意ですね。はい、面白かったです、まあ、両方の意見があったということですね、うん、で私はですから竹内さんぜひ時をかける少女とサマーウォーズ、いやもうすでにその2本は何度も見るチャンスがあって、はい、その度に見に行こう見に行こうと思うんですけど、はい、やっぱりどうしてもその新作優先の鑑賞をしてるとね、 なるほどなかなか見られなくて、なるほど、うん、じゃあ今度、いや最近もこのシネマサロンの課題作ね、この間もなんかお前はワニを見ねえのかってお叱りを受けましたけど、はい、いやなかなかねこの課題作3本見るだけでも結構大変で、はい、あの叱りはちょっと私の理解不能なんです。いやいやいや、それは気持ちとしては分かりますよ。そうです、だってそれはさ、ワニをねすごくこう是認して容認して、支援してる人にとってはね、シネマサロンのそのねこんな偉そうに喋ってるやつがね見ないなんてお前ふざけんなっていう気持ちが終わりになるのはすごくよく理解できる。なるほど、ただ僕もそのねすごく2歳の頃から映画見てるので、うん、毎週毎週
70本近いその見たい作品があるわけですよ、うん、で今このシネマサロンの課題作のためにその、まあ、3本なり4本なりを優先して見てるわけで、はい、他の66本を切り捨ててるわけですよ。ありがとうございます。いやいや、そこじゃないだけどそのなんとかそのシネマサロンの課題作を自分 の, あの見たい、まあ、せめて20せめて30本の中には入れてほしいなと思ってるわけですよね。で残念ながらその輪にはやっぱ60本目か70本目ぐらいに見たい作品になっちゃって、なるほど、それを見るとやっぱり自分のその生涯を裏切ることになっちゃうんです。なるほど。だからまあ逆に言えばもっと輪にが僕が見たい度がね上がって30位とか、まあ、まあ20位はともかく30位ぐらいまで入ってくればあのそれを課題作として見たと思うんですよ、ね、なるほど。やっぱり人間24時間で限られていて猫の世話とかもしなきゃいけないですねなかなかね自分でもその思い通り映画見られない。今だから一番見た時に僕年間400本500本見たこともありますけど、はいはい、今年間見ても150本前後になっちゃうので、うんうん、どうしてもその中で自分が見たい映画を見たいという欲求がやっぱりどうしてもこなしたい、はい、まあ、そうですね、まあ、これは仕方がないなと大変申し訳ないと思いますけど、はい、あの単なるわがままな映画ファンなんで、そうですね、申し訳ない、そこは許容いただければと思います、はいはい、まあ、ただリクエストをいただければね、もう全然あのなるべく拝見するようにしますし、はい、あのまあ、100日間生きたのには私一人で拝見してアップしてます。でもなんか見たい度はちょっと上がりました。あ、そうですか、うん、うん、あのなんかの機会があったら、まあ、機会があったらもともとね上田慎一郎さんはその後の作品も一応全部見たんです。その後もね、あの亀止めの後も、はい、なるほど。だからちょっと見たい気持ちはあるんだけ ど, どその前に60本ぐらいこう見たい作品があって、はい、それをやっぱ裏切るのかっていう気持ちがちょっとやっぱり今回は外させていただいたということです、ね、じゃあちょっと竜とそばかすの夢からなぜ100万人を見れなかったのかのお話にまで行っちゃったんですが、100万人、うん、100万人、100話にっていう、はいはい、すいませんね、はい、申し訳ない。いえいえ、ということで、本日は竜とそばかすの姫についていや大変面白いことを話しました、私はもっともっと細田監督には期待しております、はい、次回作も楽しみにしております。チャンネル登録よろしくお願いします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。